内モンゴル自治政府は、内モンゴルに、かつて存在した中国共産党の傀儡政府である。1933年に設立されたユンデン、ワンチュクの内モーコ自治政府とは同盟だが、関係はない。1945年8月、日本の敗戦に伴い内モンゴルで、モンゴル人による民族自決の機運が高まり、内モンゴル人民共和国。 東モンゴル自治政府、フルンボイル自治省政府が成立し、モンゴル人民共和国への編入をも要求する政治運動が発生した。これに対し中国共産党は、モンゴル人幹部である、ウランフによって内モンゴル人民共和国を乗っ取って、内モンゴル自治運動連合会に、開祖、さらに東モンゴル自治政府及び、フルンボイル自治省政府を吸収し、内モンゴルにおける、 共産党の地位を確立した中国共産党が内モンゴルをソ連やモンゴル人民共和国に譲渡しようとしているとする中国国民党の宣伝工作があったため当初は連合会と称していたが国境内戦が始まり1946年10月に連合会の本部が設置されていたカルガン口市を共産党が実行支配すると毛沢東は 規定方針を転換し、中華民国から独立したウランフによる内モンゴルでの政府樹立を指示、1947年5月に大野病で内モンゴル自治政府を成立させた。同年に、ウランフは内モンゴル共産党工作委員会の初期に就任し、中華人民共和国建国の年である1949年に中国共産党中央内蒙古文局に、 解消されるまで中国共産党の傀儡政府であることを隠蔽した。1949年10月に中華人民共和国が成立すると内モンゴルにおける分離工作の意義はなくなり、同年12月に内モンゴル自治区に改組され、ウランフが自治区主席に就任して政府は消滅した。ありがとうございます。